で男の子にも分かる話しようね、なんか、うん、例えばなんだろうね、何の話、好きなモビルスーツみたいな男の子の好きな話しない、こっちが分かんないよ、せんちゃんもよく分かんない、せんちゃんも詳しくない、しかも今日買い物に行った話とかしようよの話だったのに、うん、なんか店にさ、なんかアクタンのフィギュアあってさ、 あったね、下から見たらパンツ見えるんだわ、うん、パンツ見てた、写真撮ってアクタンに送ったお母さんパンツ見えてたよ、お母さん最低だようん、何してんのって言われました。でもね、はい、やっぱソラ先輩はね、鉄壁ガードだった、うん、そう、見えないようになってた、ソラ先輩だけは見えない、まるでアクタンを見せてるみたいな、やめな、いや、アクタンはやっぱりね、そういうね、サービスがあるみたいな、うん、まあ、マリンはあれ履いてないんですよね、マリンはあれは、全身パンツというか、パンツになって全身パンツ、あ、船長のパンツの部分ってお腹から胸までこう繋がってるわけ、だからもうパンツ見せつけてんのだそうです。谷間を見ればそれはもうパンツだし、私の配信ちょっとセンシティブあ、そうですね、今日ね、あのフレちゃんのチャンネルでした、失礼しました、失礼しました、ちゃちゃちゃ